アング u l a RGS は Google と個人や企業のコミュニティによって開発されている完全に JavaScript で書かれたオープンソースのフロントエンドウェブアプリケーションフレームワークである。MIT ライセンスでライセンスされたフリーソフトウェアである。シングルページアプリケーションの開発において直面する多くの問題に取り組んでいる。JavaScript コンポーネントはクロスプラットフォームな モバイルアプリ開発用フレームワークであるアパッチ、コルドバを補完する。クライアントサイド用の MVC 及び MVVM アーキテクチャをリッチインターネットアプリケーションで一般的に用いられるコンポーネント群とともに提供することにより、そのようなアプリの開発とテストを簡単にすることを目的としている。AngularJS はシングルページアプリケーションの開発が可能な。 フレームワークで一つのフレームワーク内で全ての機能が完結するフルスタックフレームワークであることが特徴として挙げられる。初版はミスコヘボリーとアダン・アブランツによって2009年に発表され2012年6月にバージョン1.0.0がリリースされた。2016年9月にはアーキテクチャを一新したバージョン2.0がリリースされており、言語自体も 一般的な JavaScript から引き続き JavaScript も使用可能であるもののその拡張言語である TypeScript 推奨となっている。言語の変更もあり、フレームワークの名称も JS を取り除いた Angular へと変わっている。これに伴いフレームワーク自体の使用も大幅に変更されており、1X とは互換性がなくなっている。AngularJS フレームワークは 追加的なカスタムタグ属性が埋め込まれた HTML を読むことにより起動される。Ang や RJS はこれらの属性をディレクティブとして解釈し、当該ページの入力、または出力の一部分を通常の JavaScript 変数により表現されたモデルに結びつける。これらの JavaScript 変数の値はコード内で設定できるほか、性的、 または動的な JSON リソースから取得することもできる。a n g u l a r j s はデータベースに MangoDob、Web アプリケーションサーバーフレームワークに ExpressJS、エクスプレスフロントエンドフレームワークに AngularJS、アンュラー実行環境に NodeJS を用いて構成される MeanStack のフロントエンド部分である。a n g u l a r j s はアプリケーションのビジネスロジックを定義するには 命令型プログラミングがより適している一方、ユーザーインターフェースの作成やソフトウェアコンポーネントの連結には宣言型プログラミングを使うべきだという心情のもとに作られている。AngularJS フレームワークは伝統的な HTML に適合しつつ、モデルとビューを自動的に同期させられる、双方向データ結合を通じて動的コンテンツを表示する拡張を加えたものである。 その結果、Angular a s では、テスト用意性や生産性の向上を目指す目的の、元で、明示的なドム操作にはあまり重きを置かないようになっている。Angular a s の設計目標には次のようなものが含まれる。Angular a s は表示、データ、ロジック部分を分離する MVC パターンを実装している。Angular a s では依存性の注入を用いて、 伝統的にはサーバーサイドのサービスであったビュー依存のコントローラなどをクライアントサイドのウェブアプリケーションに持ってくる。その結果サーバ負荷のかなりの部分が削減される。AngularJS ではスコープという単語が独特の意味で使われるので注意が必要である。計算機科学におけるスコープとはプログラム内である名前束縛が有効な範囲を言う。 イクマ -262 使用はスコープを次のように定義しているクライアントサイドのウェブスクリプト内でファンクションオブジェクトが実行される語彙環境。これはラムダ計算でのスコープの定義と類似している。MVC アーキテクチャにおけるスコープはモデルを形成しており、このスコープ内で定義されたすべての変数はビューからもコントローラーからもアクセス可能である。 このスコープがビューとコントローラーを結びつけるノリの役目を果たしている。AngularJS におけるスコープはある種のオブジェクトであり、それ自体が JavaScript における他のオブジェクト同様に通常の変数スコープのルールに従って、プログラム内の人意の部分においてスコープ内であったり、スコープ外であったりする。下記においてスコープという場合、それは アング u ラー r j s のスコープオブジェクトを指しており、名前束縛のスコープを意味するものではない。アング u ラー r j s の双方向データ結合は最も注目すべき特徴であり、バックエンドのサーバー側が担ってきたテンプレーティングの責任を大いに軽減するものである。その代わり、テンプレートはモデル内で定義されたスコープに含まれるデータに基づき、プレイン HTML 内で書き込まれる。 AngularJS のドルスコープサービスがモデル部分の変更を検知し、コントローラを介してビュー内の HTML 表現を変更する。同様にビュー側になされた全ての変更はモデル側に反映される。これで積極的に DOM を操作する必要性を回避して、それによって Web アプリをブートストラップしたり、迅速にプロトタイプを作ったりすることを容易にしている。 アングやラー JS は以前の処理で格納された値と現在の値をダーティチェックで比較してモデルの値の変更を検出する仕組みである。この点、エンバー JS やバックボーン JS のモデルの値が変更された時にリスナーを叩く仕組みとは異なる。アングやラー JS は消化サイクルの考え方で設計されている。このサイクルはループと考えることができ。 このループ中に、アングヤラージン S は、すべてのドルスコープが監視しているすべての変数に、何らかの変更があるかどうか検査する。したがって、もし変数ドルスコープ、マイバーがコントローラー内で定義されていて、この変数が監視対象としてマークされている場合、アングヤラージン S は、マイバーに対する変更をループが回るたびに調べる、ことになる。このやり方でアングやラージエ s が、 ループの度にドルスコープ内にある大量の変数をチェックしていたら描画が重くなる可能性がある。ヘボリー氏はいかなるページであっても監視対象は2000個以下に保つべきだと示唆している。ありがとうございます。